急性期医療を中心にサポートをしていこう。まず人に会わないだろう。やっぱりそういう人をつなぐことによって助けられる人いっぱいいる。お医者さんというのは医療に特化してやってますから、流通というのはなかなか分かんないわけですけど、まあその物を売ってるうちに流通のあり方というのがやっぱしお客さん主導じゃないんですよね。メーカー主導、メーカーが全てを決めて、で、病院がそれを購入するというような形でやったんですけど、その構図ですと一方通行になっちゃう。機械が、この機械がね、ちゃんとした機械であるかどうかということ、適正な価格であるかどうかということが買う側にしてはやっぱり普通の今までのビジネスと違う、これが高いか安いかということも先生方は理解できないわけです。だから そこの中でそういうことを見極めるビジネスがあってもいいんじゃないかなと思って、うちはね、脳外科に特化してる、まあ特化して始めたんですけど、急性期医療を中心にサポートをしていこうと、あれだけ忙しい先生の何かの助けになればいいんじゃないかなというふうに始めまして、まあどこでもその大学病院をはじめ使う、ね、大型医療機械 MRI、CT、がんの治療器、そういうものを中心の導入のコンサルテーションですね、さっきも言いましたようにそういう病院とのメーカーをつなぐ役割、医療機械の販売するだけではない、そして保守、点検、そういうものをもうやってます。メディカラインは読んで字のごとくね、メディカルのラインですよ、人のつながりですよ。だから人と人をつなぐ役割なんです。医者とね、患者をつなぐ役割もやらないといけないですよ。医者とね、業者をつなぐ、やれるつなげることによって医療がつながっていくんです。患者さんがどこの病院に行っていいかどうかっていうのはなかなか分かんないんです。そうなるとテレビで見た先生のところに集中する。必ずそれが本当の意味のいい医者なのかな、客観的に判断して、自分の家族だったらどこにね、どの脳外科医に、どの外科医に手術してもらうのがいいかっていうのは、これは人情ですよ。やっぱりそういう人をつなぐことによって助けられる人いっぱいいる。医者がどういう内容で働いてるか、そして医療機器の流通がどうなってるか、医療がどういう仕組みで動いてるかいうのをやっぱり把握するのに1年間かかりますよね。そのためにはただ付けの上で勉強してたらダメなの。まず人に会わないとダメ。人に会うっていうのは私らの場合は医者なんです。医者にうまく話さなくてもいいんです。中身よりは数を誇りに思ってたくさんの人と会ういうことをね、まず1年目はやるべき、1年、2年、3年はやるべき。やっぱり新しいことに挑戦して、やっぱり挑戦しないとやっぱり力はつきませんから、挑戦っていうのは辛いですけどね、やっぱり辛いけどそこの先に見えてくるものはやっぱり挑戦した人間と してない人間で大きな差が出てくるので、やっぱり自分が人にできない仕事、新しいことを、その新しい仕事の中には、まあ、うちの会社に入ってきてお客さん一人を開拓することだって新しいこと、やっぱしやりがいとやっぱり人のためになるってことですよ。仕事に真正面から取り組んで、仕事を通じてやっぱり人生を豊かにし、人間を大きくしていくことが大切なんじゃないと思います。やっぱしそれをぜひやってほしいですね。よろしくお願いします。